俺のターン、ドロー、9倍の命を生贄に7番を召喚する。帰ってこい7番。さあ、というわけでやっていきましょう。人狼殺。なんか一瞬ね、7番か多分誰かがあの EDM かけとったんで、これはパーリーピーポーですね。いや、上がるね、このゲームは。上がるわ。EDM かけてあんな DJ ノリノリやったらもう上がるわ、ぶち上がるわ、点上げよ。本物の、何、偽物おんの？嵐に本物と偽物おんの？あや、めんどくさ。めんどくさ、それ。よければね、あの、チャンネル登録、高評価、まあ、どの人はね、先にしていただきますと、今後も私の、危機開会、地味猛量、アキラ説のごとき人狼殺が見れますので、よければしといてください。あ、本物荒らしちゃうねん。へぇー、そうなんや。だから本物と偽物の違いわからんからな、俺からしたら。朝が来ました。さあ、行きますか。昨夜は誰も死にませんでした。本人言ってた。ふう。自称すげえ怪しいけどな、自称って。2番からのプレイヤーは、プレイヤーは発言してください。凍りついた心には太陽を。はい。はい、失礼します。まあそうですね。私のまあ進行論とかそういうのないです。苦労を見つけるだけです。私はもう絶対なの見つけますんでね。うん、絶対見つけます。以上です。微妙にクオリティ低いな。神様の真似。二番さん、あの地声で喋ってくれないと、ちょっと声が聞き取りづらくて。うん。苦労絶対見つけるね。何言ってたんですか。何言ってんのかよく分かんなかったから。うん。役とか持ってなければもう荷刷りでもいいのかなって思いました。内容分かんなかったんで、まあ2週目ちゃんと喋ってくれて内容聞き取れて、それがあの白いなと思ったらまあ釣らなくていいんですけど、まあこれはゲームにならないんで、今さんが地声で喋ってくれないのに、帰らんで。あの2番釣りでもいいのかなって、あの僕聞き取れないから、あのちゃんと声じゃないと、はい。だから、ボイチェンとか使うのやめてほしいなって。ボイチェンじゃないな、思いっきり。思いました。4番のプレイヤーは、発言してください。はい。3番が2番つってもいい、地声じゃないからって言ってるんですけどね。3番さんも地声じゃないんで、僕からしたら2番、3番どっちつってくれてもいいって感じですかね。どっちも地声で。まあ、ただ、そうだね、2番3番比較するとうるさい音楽を流した2番さんの方が個人的にはいらないかなっていう感じですかね。はい。まあなんで最押し2ですね。はい。最押し2で地押し3以上です。これどっちも釣っていいと思いますよ、この2人。5番のプレイヤーは発言してください。はい。あ、なんか2番さんは音楽をかけてたので、なんか夜時間中音楽聴いてたのかなと思いました。だから夜会話してないから効果にしないのかなと思いました。うでも3番様ギャグで2番さんに、2はお前も地声やないやないかいっていうツッコミを4番さんにしてほしかったんだと思いますけど、狼じゃないと。4番さんは3番さんにそういうツッコミを、あの寒いギャグにツッコミを、じゃあ俺も歌えばいいか、余裕がない人だから微妙なとこから歌おうかなと思いました。だから4番さん、もしかしたら人類かもしれませんね。なんか今流行りの曲、ユーリと、とりあえずユーリ、あれ、あのちゃんなんかね、あのちゃん、電車乗ってるやん、電車人狼。すでに着きます。電車乗りながら人狼やんな。2番3番の印象が悪いです。なので、まあ、4番5番も対してドライヤーさん拾いたいんですけど、あまりにも
あの前半一でオチを作りすぎてるんで、うん、まあ、僕も含めてだと思うんですけど、うん、ちゃんと発言自体は聞いてるので、あの2周目あのもうちょっと精査します。すいません、聞こえてますかね。ちょっともう電車降りるんで大丈夫です。電車の中でやんだ。さすがに迷惑や他のやつ。多分東京の地下鉄とかやろうけど、あんな感じ。発言してください。はい、お願いします。まあ、俺霊能なんですけど、まあ、勝ちたいんでね、真剣にやります。聞こえてます？8番さん、俺は4番釣りたいんですよね、うん、こういう2番3番みたいなやつが、うん、安直に人外っていうやつは俺人外と思ってるんで、うん、騎士だとかっていう役持ちだかもしれないっていう精査をせずに、うん、こういう叩けるところを叩くやつが俺は怪しいと思ったやつが4番今日俺が一角したら釣ろうかなと思ってます。4番が騎士であればまあそこは貫通できないんで改めてどっか精査するけど、うん、俺は普通に4番詰めたら思ってるし、5番がいい視点で 4が怪しいって言えてるのはいいかなと思ってます。はい、役懸念がない人間は俺人狼人やと思ってます。釣れるとこ釣ろうっていう考えがね。はい、4番さんちょっと早い人は2番3番さんここムラムラやったらミラムラ負けるから、はい、性能ですよ。まあわかるけど、何の言いたいことはわかるけど、プレイヤーは発言してください。なんか完全ドフィーリングなんだけど、うん、なんか4番って白くなりたい村じゃない。狼も白くなりたい思考持ってるんだけど、村も白くなりたいような感じで、だって多分4番って白くなりたいんだろうなと思いながら聞いてた。でもなんか狼っぽくないかなって、うん、なんか時点で3番もちょっと白いような気がするんだけど、気のせいかな、うん、なんか3と4って白くなんかわかんないけど、6はわかんない、精査不能で、うん、まあ2は2周目だから一番視点が合わないのは5番なんだけどね。 7例の使用してるからもうちょっと除外するけど、うんうんうん、なんか5は2に言ったおかなんか疲労要素って違くない？だってこれチャットこうあれじゃない、チャット9番のプレイヤーはどうも、まあ、7番が4番釣りたいっつってんすけど、そもそも4番は2番と3番のことを人外だと思うではなく、4番って2番と3番がいらない人物だからっつっておいて考察をしてるから、現状確定してる7番に言うのはあれやけど、その4番釣りはあまりに4番がかわいそうじゃないかなって思いました。で、5番が2番に対して、まあ2番が音楽かけてたから狼じゃないって言うけど、ほぼサビから入ってたから準備してたと思いますね。だから別に準備できるっしょって思ってるから、5番の2番に対する非狼要素はなんか合ってないようなもんちゃうかなって思ってます。6番センサー不能。まあ8番のね、4番3番がなんだかんだ言うて白なんじゃねえかなっていうのはフィーリングっていうのはあるけど、なんとなくわからんでもないよねっていう感じはするね。なんか別に人外じゃないんじゃないかなって思ったりしてます。はい、フィーリングっす。1番のプレイヤーは発言してください。はい、カミングアウトはないです。9番さんの印象がめちゃくちゃ良かったですね。あの音楽準備精査は良かったんじゃないですかね。マジで7番さんが4番さんをちょっと叩くのはすごい理由がわかるけど、2、3番さんの印象は自分も良くないです、うん、なんで2、3番さんからしようがってとか、なんか釣れないってなったら4、8は気になってて、5、6、9の中では9が一番村に見えてますね、うん、2、3番さんはちょっと2周目聞かないと分かんないんですけど、まあ、おおむね7番さんの進行に乗ろうかなとは思ってます。以上です。7の進行だったら4釣りやん、まあ、4番さんの中に一郎いるかなとは思いながら精査します。2番一お世辞上手、まあね、プレイヤーは発言してください。まあそうですね、私サビから流れたってことは4白9白動きましたね。まあこの点3番がやってる行為は私と同じ行為をやっておりますんでね、ほぼ人外でしょう。ただ占いなんで釣れません。はいはい、どうなるとこれ4番か8番に黒がいます。理由としては4番っていうのは2、3、3が4しろ、まあ可能性はあると、印象悪い、ほぼ人狼ですね4番。ただこの3が強靭中可能性もありますね。
五番さん九十でしょ。うん。五番さんの精査はなかなか鋭いとこついておりますね。サビから入ったってのもこれサビじゃない。夜会話とかね、してるときに音楽とか聞く人いません。はい。で、三の新切り進行で、四は片汁ですか、これ。もう意味わからん、意味わからん。二つっていいわ。邪魔やわ。二つっていいわ。発言してください。ん？僕は地声なんですけど、二番さんは地声じゃないっていうことをこれ確定しましたね。三も同じことやってるって。ってことは二番は地声じゃないっていうことが確定しました。僕は地声です。これね、僕はずっといじめられてきたから、しょうがない事実です。これ知らんけど、あい君の過去なんか。四番が白っていうのも、これも事実です。はい、事実ね。はいはいはい。グレーだったら、巨人にと、俺巨人ちゃう。釣りたいのは、一番釣りたいなと思ってて、して、あの、人狼殺、やるんだったらね。あの、9番が印象良くなるローンって一番の理由で皆無じゃない ?9 番ってまあ8番のまあ、フィーリングもまあ、理解を示していて、それっていうのは8番が4番に、まあ、村なんじゃないかって言った精査で、なんか一番の視点の中で9番が白くな、あ、9番が印象良くなる論って、一つも持ってないと思ったんで、適当に話してる人物だから、まあ、多分狼なんだろうなと思ったぐらい。3の芯切っていいかな、うん、で、感情であると、2釣りたい。うん。あの、3番の芯切り進行ってどこですかねって思ってるのと、あの、僕は地声なんだけど、今は地声じゃないから、ふざけてる。気にしてなかったら。かつ、わざとやってる感じがして。6、8どっちか釣りかな。また三振気づいてるのわざとやってる感じがして、ちょっと嵐の匂いがするから、2釣った方が無難かなと思ってるんだけど。そしたらなんかちゃんとできそうな感じがする。くらい。6か8に騎士がおったら、そっちを釣る。その騎士じゃない方釣りたい。これ出るか迷ったけど、狩人です。おぉ、うん、これどうしたらいいんすかね、普通に。まあ、なんか、8番は白いなと思った。で、9番に関しては、まあ、7番に対して指摘してくれたのは、白いかどうかはともかく、ま、嬉しかったですかね。はい。なんやろな、もうこれ。7番もな、ようわからん捏造して釣ろうとしてるし、3番も2から釣るとか言ってるし、まあ、別に2釣りは、気持ちはわかるけどね、気持ちは。わかってるよ、あ、霊能なんだ、君。あ、そう。これ狩人ね。じゃあどうすんの？グレーから。あ、じゃあ2でいいよ、ね。嫌がらせみたいなクーラーを結構食われた。そうだね。一応よかった。笑ってくれてたな、よかった。まあ、確定させようとしたわけだから、占いしよう。うん。行動的には。じゃあもう2釣りでええんちゃう、普通に。うん。邪魔やし。5番のプレイヤーは、発言してください。そうですね。まあなんか、フィーリングで、大体こうじゃないっていう人とか、あとは、まあ、あんま考察してない人ばっかなんで、色落ちしないなと思ってます。うん。ですね。まあ、2周目の話聞いてからなんですけど、まあ、3番さんが、1、2釣りたいって言ってるから、まあ、1、2は僕は保存でいいかなって現状思ってます。うん、うん、うん、うん。かなぁ。スクロールしても空欄かい。ちなみに、タナバンさんに任せます。じゃあ、あれさ、みんながさ、あのツイートいいねとか押すからさ、俺のツーチ欄もさ、空欄だらけだってさ、うわ、自分でめんどくさいことしたってたもん。はいはい、帰ってきました。すいません、一周目は。まあ、でもまあ、二釣りなんだろうな、結局ね。二番は村だとしても、ちょっと厳しいと思うね。果たして二番が本当に村だった時に、人狼釣る議論を2週、2日目以降落とせるか多分落とせないし、うん、別に4番の彼が言ってるからどうこうじゃなくて多分厳しいと思いますね。うん、まあ3とこにどっちも新芽がなかなか取れないっていうのは、3は1に叩いた様子が結構不当だなと思っていて、うん、一方で5って、なんか3が1に釣りたがってるから1、2を外すって、ほとんど占いとしての思考を落としてないと思ってるから、あ、なんか、どうなのと思っちゃうんですけど、この村自体。ごめんね、ちょっと、電車降りたの2番ぐらいの位置だから、その前の発言、だから2周目の発言聞いてもちょっと違和感しかないです。ピエンさんの今日も行く、あ、6番さん知ってる人なんや、サバさん。マジか。発言してください。お
はい。あ、俺ね、1番、4番さんと俺って対抗してるじゃないですか。ってことは、俺、初めての試みを村に推奨しようと思うんですよ。あえて、47の欄にしましょう。バカじゃないの？いや、アホか、ムラリなんやと思うでしょ。めっちゃムラリあると思うんですよね、これ。明日めっちゃ盤面動くと思うんですよ。一回やってみません、これ。俺ガチで、霊能で。4番以外太鼓いないんでしょ。4騎士やて。4番騎士だよね。他いない？おらんよ。で、今日47の欄で。はい。これ従わなかったら俺色結構入りません。これ嵐とかじゃなくてどういう盤面なのかなと思って。一回ちょっと遊んでみましょうよ。今日47のランね。各城の役を釣るっていう1日目に。一回やってみましょう。俺強人でもなんでもない。霊能ですよ。8番のプレイヤーは。わかるよ、言ってること。な、え僕5番の偽ほぼ分かったから、え別にいいっすよ。じゃあ明日5を釣って4番さん3番守ってくんないかな。3番のなんだろう、占い結果が残んないのが嫌だかな。で俺は7釣るね。7番さん47だったら3番の護衛能力の方が欲しいから。はい、だって4番釣っても白だもん。7番さんの霊結果意味ないやん。でも4番って護衛能力であるやん。まあ、3番護衛できるでしょ。それはそう。絶対5番にせだよ。これ、少し6が触れてたけど、俺6の、黒って、まあぶっちゃけ全然追ってるけど、うん、まあ良かった点として6のね。5番ってさ、3番が1番2番指定してるから1番2番保存したいって。どう考えても単体精査しよう、なんか村が単体精査してないから何とも言いようがないですねって。5番が一番精査しないから、単体精査かけてないから。ん、はい、3番が1番に言ったのって、1番から見た9番がなんか白くなる要素で、じゃあ8番と4番に黄色いるスケールが意味不明だからって言って3番が1番殴って、嘘！誤信や、おでな。夜が来ました。目を閉じてください。どうしたらいいの？嘘！こっから、俺超怪しいじゃん。俺超怪しいじゃん。やめてそれ。うわあ、めんどくさいことをされた。うわあ、もう。え、三振なあれで。ガチ。あの日助けた亀自爆したやん。浦島太郎やったらバッドエンドよ、こんなの。あ、三がどこ占いするかよね。まあ、二占いが静寂な気はするけど。で、二占いした時って二番って三の神器って五神進行やろ。やった時はまあ初占いが接着な気するけど、朝が来ました。さて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 、今回の占い結果はドゥルル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 おもろい村やな。はい、3番さん結果お願いします。占ってないとかある？もしかして1が1 どっちやどっちや、ドゥルル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 ル一黒じゃないってこと？ああ、どっちや！あ、一のね。どっちや！すごい気になる。これ唯一怖いのが、普通に今日2詰めでしかしょうがないと思うんだけど、8号でやってたらマジですげえなと思って、でもその時って8がまさか5を開示すると思ってないと思うんだよね。うん。どう？そりゃそう。どう？これめっちゃおもろいな。まあいいや。
4番さんもなくなっちゃってるから、7番さん多分、これ7番さん待ったはいいのかな？待っても帰ってこいよ。まあ、7番が本当に真の霊能だったかどうかさ、怪しくなってきてんだけど。どうなんだ？真の霊能、他霊能いないね。俺霊能じゃないですよ。7番は霊能でガチで、4の欄に上げた人物ってこといいのね。そういうことでいいよ。はい。まあ多分4番じゃあ最終的には3番さんが投票したところ投票すればいいんじゃないですか。別に名は余ってるし。まあ基本的には僕は2位行かざるを得ないと思ってるけど、あの2周目の9番と1番の発言聞けてないし、視点更新91に関してはできてないけど、まあ、8番はあの3の進を決めれた時点で、あの5を解消させたって意味では無理やると思ってるし、言ってることも正しいと思うから。まあ別に8が人外の可能性もあるけどね。まだいや、8黒ありえそうやけどな。一旦1番白家庭で置こうか。8番のプレイヤーは発言してください。なんか6村だと思うんだよな、今日の発言聞いてると。はあ、わからんけど。なら3番さん、1の色って、俺の要素ではね、1番は人外だと思ってるんだけど、あの、人狼か狂人かわかんないんですけど、1の色って何色っすか？でね、5番、2番って、あんま見えにくいと思ってて、まあ、ワンチャンもしかしたら9番なのかもしれないなって、1が白だったらって思うけど、まあ、ちょっと、あんま9番の発言ではちょっと追えない。これは6番も同様。9番のプレイヤーは発言してください。8番線でも6番が狼っぽくないと考察するのであれば、今日8番9番のランでよくないですか。8番9番ローラーでよくないですか。なんなら2番ってあってマックス強一だと思うけどな俺。ごめん、ミュートなってた、すまん。のプレイヤーは発言してください。正直昨日の自爆は誰が利があるかって言ったら8番さんに見えてて、初日7番さんに便乗する形だったんですよね。8番さんがで、9番さんは4から7までの流れがあるけど自分の意見を落としてる人間だと思って白置きしてたから、6番よりかは8番の方が、9番よりかは8番の方がって見えちゃってて、囲いあるのかな。6級だったたら9に行っちゃいそうだけど、でも8、9よりは2の方が先に突っ飛びたいっていうのが自分の今の意見でしたね。8のあの黒殴りはライン切りで全然あると思ってるから、まあまあわからんでもないけど、フラットにまだ結果出さんの反応を見て精査しよう。あのあれやろな、6、9村なんじゃない、あの首絞めて、女の首絞めて、プレイヤーは発言してください。まあ今日は7水じゃないんですかね。あ、そうやな、7が強靭で苦しめて苦しんでるところ、その苦しむ過程を楽しんでちゃう、知らんけど。どうなると思う。7をつってこの9石ローラーで勝ち確です。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。1番さん白で、まあ、7番さんが狼だったら神なしで僕生き残れるんですよ。7が狼、強人でも票数ないから7番釣りはダメで、9番さんが8番9番ロラしていいって言ってましたけど、7番の接続切れ見えてますか？ね、見えてるよ。8番釣って終わらないとき9番さん自分釣られたわ、
どうなるか分かります？分かるよ。8番9番死んでて、まあ、3番絶対死ぬじゃん。で1番も死んだら2番か6番が残ってる状況なんですけど、7番投票権ないから2と6、これもう狼の勝ちになってしまうんですよね。9番さん、これおかしいな。おかしなことを今日言ってんのは、7を釣りたいって言ってる2番さんと、8,9 なんならロラしていい、なんならロラしていいって言ってる9番さん、この2つですね。はい、以上です。7番が帰ってこうへんのに2番つったとこで意味なくね。やったら実施点って8番が6番のこと白く見てて、1番が白状態、2番がマックス強者と思ってたら実施点って詰める位置8しかないねんけど。ありえん、ほらじゃないべ。って思うんじゃが、いかがでしょうか。2番のプレイヤーが選ばれました。2番1番6番2番行くんか。発言してください。まあやばいですねこれ。私を吊る進行とかありません、ね、D6 人人ですか。そんなことはありません。まあ多分こう7は強人でしょう。7強人、もう何言ってんの。まあ神なしが発生しなければもう神はもう発生します。まあ7が人道の場合は接続切れに見えましたが入ってきて噛んでますね。まあどうなるとはほぼ9番でしょう。9番です。9番人狼5九基礎に違うです。何5九人狼なってさ、5九人狼なった時に俺1番投票2番投票してへんやん。意味わからんやろそれ。効率悪すぎやろ。5番9番人狼でさ、わざわざ今日の段階で8番と9番ロラしませんかっつって2番から進めてるよって。俺2番投票してへんのに。さすがにそれは人外って効率悪すぎるわ。めんどくさいことやりすぎやろ。だから多分まあ6オオカミあるけど、まあ正直昨日の段階で6番って1番釣る行動ってないと思うけど俺。だって1番ってじゃあ2番ってマックス強陣地やってやった場合に2番どうせほっといてやろこんなやつ。こんなやつって言い方ありやけどさ、絶対ほんと放置して他やっといた方がええやつやろ。朝が来ました。昨夜死んだのは、まあ3死ぬよな。3番、まあ6ありえるけどな。6黒正直昨日の段階で2番釣る理由ないと思うけど。発言してください。7番戻ってこねえか。まあでも2位行かざるを得ないような昨日の時点ではないよ。2位釣るとか、うん、2番はまあ人狼で釣れることはほとんどないのかもしんないけど、結果的に7投票してるし、昨日8球で間違えた瞬間に3噛まれたらもう村負けでしょ。いやー厳しい。これマジで2がスブラだったらマジで終わってんだけど。マジ2番強人だったらわかるけどね。あ、なんかこの村って2がそもそも強人でやってんのか、マジで頭おかしい人の中から考察しなくちゃいけないのが、もうすげえきついんですけどね。うん、多分1番の視点わかるよ。だって2から行かざるを得ないもん。8、9の発言で決め打てないでしょ、あんな。いやー、9番が昨日なんで8、9。あの7番の通り状況がちょっと教えてもらいたいな。2番詰めずに9番から詰められた段階で、まあなんか人狼でそれを言うのかって言ったら、あまりにも強気な発言だけど、まあそっか。でも無理やりがあるかって言ったら、この場面で2強確定じゃね、まあ、もうちょっと発言を考えてほしかったかなっていうのもあるね。8号か、8号か、8番、でも、もう絶対8人狼だとしても5の開示は絶対想定しないと思うよ。お前このタイミングで開示するのかとレベルだと思うんだけどね。うん。クソむずいと思ってますね。はい。もう実質今日最終日です。はい。まあちょっとすいません。考えますね。はい。
実質今日最終日じゃないんけどな。実質は8番と6番ロラスリボ終わるし。7番がもうほぼ帰ってこへんことか。あー、そっか、7番帰ってこずに。強靭しようだけ。8番のプレイヤーは発言してください。してください。なあ、俺が発言してる時に5番が開示した時って、結構8号割れちゃうんじゃないかって思ったんだけど、まあ、俺、人狼の時に多分相方切らないんすよね。圧倒的に3と5で5の方が、3が旬というよりは5の方が絶対に偽だと思ったし、グレースケールも全く合わないから。1番3は絶対に強靭ですね。1番3村だったらやばいです。はい。俺は7番に全然乗っかってないから。7番は4番を初週から釣り下ろしてたけど、俺は4番は、なんか、白くなりたい村じゃないの。で3に関してもそんな黒目感じてないから、3番と4番って白白じゃねえの。だから5番とスケール合わんし、5番の2評価に違和感でしかないって。だって人狼って、話じゃなくて、初日の多分人狼ってチャットだから、ね ?5 番が2番のその音楽で疲労精査してるのが、全く5のスケールが合わんって言ってるから、はい。それだったら俺初週から5番と切っちゃってるっすね。ただ僕はね、ライン切りを しない思考の持ち主なので、はい、9番さん苦しいですよ。やっぱり9号だと思うんだけどなぁ。で、俺1強靭は硬いと思ってます。まあ1が強靭だったとしても7番が落ちてるから、もう結果的に6番9番今日間違えたら PP なんで終わりなんですけど。だって9番ってね、しょっぱなに、なんか、8の評価してる中で、2日目になって明らかにスケールが変わってるから、これは6より9だと思うんだよな。6の5た殴りって正しかったしね。それを俺は6号のライン切りかって、俺をあんま追わないからね、ライン切りとか、はい。まあ、9じゃないこれ。9番のプレイヤーね、すまんが1番は覚えているでしょう。そもそも5番の2番が音楽流しているから2番の疲労を最初に否定したのは8番ではなく9番です。多分これは1番が一番分かってくれてるんじゃないかなって思ってる。かつ昨日段階で8番視点でも6番が狼に見えんのでしょ。じゃあ8番視点で6番が白っぽいと思い、9番視点でも6番が白っぽいと評価した際に8番9番ロラ持っていくのは普通じゃないですか。しかもこの盤面確定で強靭落ちてますよ。7番がこんだけ戻ってこうへん盤面で強靭持ったら強靭使用してますわ。だからまあ8、5やと思います。だから、実時点で一番懸念せなあかんのは、5、6ですけど。例えば、昨日段階で2番ってほぼ白で落ちる人物でしょうよ。その際に、8番視点で、じゃあこの盤面で強靭が絶対出てくる盤面にも関わらず、6番が2番に行ってることって白透けてねっていう考察も全くないやん。1番のプレイヤーだから8が狼やと思います。いやー、そうなんですよね。5級に見えなかったなーって、今までの発言ちょっと思い返して思ってて、やっぱり5を最初から黒で決め打てる8番さんがちょっとよく分かんなかったから、それな村目線3も全然怪しかったと思うんですよね、うん、っていう状況なんで6村決め打って8球で迷おうかなとは今思ってる現状なんですよね。どうしよっかな、やってもいいのかな。やっぱりつながりうるのは切れてても8番さんの方であるけど、9番さんも怖い、白もらってるっていうのもあるから、だろ6番さんちょっと白決め打って8球でちょっと迷おうかなとは、その思考が正しい思っております。投票を始めてください。8番投票です。ほらじゃないべ。勝った瞬間強靭信用するわ。8番のプレイヤーが選ばれました。マジ8番のプレイヤーは発言してください。あ、9強靭5、6か。くそ、まあ、そうか、そうだよな。1番村か。
意味ないでしょ、それ。7番がもういないんだから。狼勝っていいよ。よーし。1番さん村だった時に言っとくけど、俺が3番と5番審議で、明確にもう5番の偽って決めつけられたのは。これ俺1番の村かけるわ。はい。旧標準か。なるほどな。あーはーはー。あるな、あるな。はいはいはい。はいはいはい。しょうがないですね、これは。夜が来ました。目を閉じてくれ。7番噛んでくれよ、頼むで。7番噛んでくれよ。頼むで、それ。頼むわ。これ7番なんなら帰ってきてほしい。7番帰ってきたら俺事実改変するわ。頼む。6番、7番噛んでくれよ。頼むぞ。6番、7番噛んでくれよ。1球噛むとかしょうもないタクやめてくれよ、頼むから。マジで頼む。1球噛むのしょうもないから。頼むから。マジで。頼むから。お願いします。7番噛んでくれ。1球どっちが狼かわからんやろ。昨夜死んだ。ああ1番6番のプレイヤーは発言してください。はい、魔女でした。蘇生なしです。毒薬と蘇生薬持ってるんで、9番さん釣って、村を追んなかったら7に毒薬ぶち込みます。はい、9番さんまずは毒しますね。じゃあ9番さんに毒使います。うん。7番のプレイヤーは発言してください。9番のプレイヤーは発言してください。ちょっとだけタイムイーターしていいですか。7番帰ってくるの待っていいですかね。僕村なんすよ。8番がねこっちにしか視点向けてこうへんかったから8番狼見えちゃったよ。やめてくれよ、そんな俺に対してヘイター集めてくんの。6に視点向けてえなちょっと感情的になっちゃったわ。8番が7番帰ってこへんかな。いやあ、6番にはずっと思ってたんですよ。9番、1番噛まずに7番噛んでくれるのが、真の人狼かなって思ってたんですけど、いやー1番噛まれたかー。1番村やろな。2強5、6ローローやろなー。いやあ、1番ごめん、最後。いやーでも1番に言ったとこで変わるんなー。7番帰ってこいかなー。帰ってこいかな、7番。投票を始めてください。7番帰ってこへんかな。7番帰ってこーい。最後まで帰ってこい。7番てってれれーれれれー。6番のプレイヤーは発言してください。確かに7番が編み出してね、申し訳ない。ちょっと勝ちを相方がいる手前ちょっときちんと勝たなきゃと思って掴んじゃいました。それは正しい。ちょっと申し訳なかったな。はい、ちょっと平等にやるべきでした。すいません。9番のプレイヤーは発言してください。たったらら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 らったらら。俺のターン。ドロー。9倍の命を生贄に7番を召喚する。帰ってこい7番。頼むから帰ってこいって。7番死者蘇生を使うから墓地から霊能者を召喚するって言いてんのよ。帰っ
してた音楽もう一回聞かせてくれよ。あの EDM 聞かせてくれよ。帰ってこいって、お願いだって。次回9番シスデュエルスタンバイ。投票を始めてください。これはちゃんとあれやね、6番振ったからな、9番シスって言うから9番噛めよ、お約束やぞそこは。6番分かってるよな、9番シスデュエルスタンバイつったんよ俺、9番噛んでくれるでしょうよ、頼むぞ6番。6番頼むぞ、ここ最後振りやからな、振ったからな。なんで人狼させてってれれいよ、中の初めてやわこんなん。あ、きっとそう、今回こそ空気読んでくれるはず。これは来るよ、俺噛んでくれるよ、6番。分かってるよな、もう関西人やったら分かってくれるわこれは。うん、あー関西人じゃない、あのこれ7番噛んだら、あの関西やったらお前おもんないねって言われるやつやから。朝が来ました。さてどうなる。さてどうなる。昨夜あーおい7番振ったやんけ俺。ゲーム終了。ふざけんなよマジで。1強かよしかも。ありがとうございました。